大学図書館の一例大学図書館は、大学、短期大学及び高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の文化や研究所の図書室等を指す。日本では、大学図書館のための方が存在せず、その設置根拠は、大学設置基準の条文内で言及されていることによる。大学設置基準第十六条では、大学の組織及び規模に応じて、 図書館を設置することが言及されており、第38条において、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に、系統的に備えるものとすると定められている。一般的に個々の大学では、学内規定において、図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究、 教育に資することが設置の目的とされている。従って、大学図書館では教員及び学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という二つの役割が求められる。なお、国立大学では、国立大学法人改善は、国立学校設置法第6条の記述に依拠して、すべての大学図書館が、大学付属図書館を称していたが、 国立大学法人法では図書館に関する規定がないために組織や名称を変更し情報をメディアセンターと称している大学もある。大学図書館の起源は中世後期ヨーロッパにおける大学の形成、発展と密接に結びつくものであった。大学図書館の成立は中世の大学における学寮図書館に求めるのが一般的とされるが、それ以前にも国民団による 図書館があったとされる。パリ大学の学寮の一つである、ソルボンヌ学寮では、1289年に図書館が開設されている。また、14から15世紀にかけて、君主諸校によって創設された大学では、それまでの自然発生的な大学と異なり当初から、体系的な組織を持っていたため、神学部、法学部、医学部とその及び段階である。 教養学部が用意され、教養学部による学部図書館が形成されていった。この例では1384年に設置されたウィーン大学の図書館が挙げられる。16世紀以降、活版印刷の発明による印刷物の普及と修道院に対する政治的圧迫により、修道院所像の多くの書物が大学図書館に移されたことにより、 大学図書館の蔵書数は増大していくが、反面大学図書館の書物が没収を命じられることもあり、その発展は一様ではなかった。また、大学のあり方が設置者である両方君主の周波的立場と強く結びついたドイツでは17から18世紀を通じて大学活動が停滞期にあたり、蔵書数の増加ペースは緩やかなものであった。しかしながら、 近世から近代に移行する中で、ドイツでは、啓蒙主義運動が主として、大学で展開されたことで前時代の周波性から脱却し、18世紀後半から19世紀にかけて、ゲッティンゲン大学では、自由な研究、教育を支援するための先進的な図書館活動を展開した。1910年代以降の20世紀において、世界の学問研究の中心となったのは、 アメリカであり、それに伴って、大学図書館もアメリカが世界をリードするようになった。大学が研究の場という性格を強めるに従い、研究職である教授にとって、図書館長を兼任するメリットを見出せなくなっていたが、戦術のゲッティンゲン大学では、教授兼任館長制度を固示したために時代に合わせた改革を取ることができなくなっていた。植民地時代から、 建国当初のアメリカでは、聖職者以外に大学卒を必要とする職業が存在せず、したがって大学も伝統的な教育を行う場であって、図書館が重視されることもなかった。アメリカでは初期の大学図書館が有用でなかったために、学生たち自らが会費を募り運営する会員制の図書館が発達し、19世紀後半まで続いたが、 大学院制の導入などアメリカの大学での制度改革が進展するに従い、大学図書館も発展し、これらソサエティーライブラリーの増書を吸収していった。世界で初めて大学院を設置したジョンズ・ホップキンス大学の初大学長ダニエル・シー・ギルマンは図書館は大学の心臓であるという言葉を伝えている。もっともアメリカにおける 大学図書館改革の機手となったのは、ジョーンズ・ホプキンス大学ではなく、ハーバード大学とコロンビア大学であり、前者では1877年図書館長に就任したジャスティン・ウィンザーの下で、後者では1877年館長に就任したメルビル・デューイの下で改革が行われ、ハーバードでは指定図書制度という大学図書館固有の制度が始められ、コロンビアでは、 開花制やレファレンスサービスなど今日の図書館活動において欠かせないサービスも始められた。これら改革の成果は南部や西部では遅れがあったものの他の大学も追随するところとなった。アメリカの大学図書館の発展は世界恐慌と第二次世界大戦の影響を受けた1930から40年代において停滞を見たものの戦後再び発展を遂げたが 大学環境が激変する中で新たな諸問題への対応を迫られることとなった。福音兵士への大学修学機会が与えられたことで、これまで大学と無縁であった階層の若者にも大学を通じて学ぶようになり、さらに進展した大学の大衆化に対応した図書館像が求められるようになったのである。研究の高度化と学生の大衆化が進んだ現代の大学においては、 古典的な意味での研究と教育の一致が困難であり、これに対応するものとして、独立の学部学生用図書館が設置されるようになった。独立施設としての設置は1960年代がピークで以降減少していくが、大学図書館において研究者と学生とのサービス機能を分離するという考え方は、後に国際的にも広く普及するところとなった。 東京帝大図書館学生閲覧室日本では1877年に東京大学に設置された図書館を講師とする。これは図書館という呼称を用いた最初の例でもあった。1882年には早稲田大学の前身である東京専門学校に図書館が1885年87年には中央大学 同志社大学に図書館が設置されている。東京大学は1886年帝国大学令交付に伴い帝国大学に移行するが、当初の帝国大学図書館規則では図書館設置の目的を図書の貯蔵にあるとしていた。1919年帝国大学令が改正され、文化大学生から学部生へと移行し、 総合大学としての機構が形作られるようになる。時期と前後して、図書館に対する捉え方も単なる図書の貯蔵から脱却し、全学的な図書の管理を目的とする考え方に移行していったが、戦前の大学教育は、学生が図書館を利用することを考慮したものではなかった。第二次世界大戦後、敗戦に伴い学生改革が行われ、1946年に、 教育基本法及び学校教育法を交付。1949年には国立学校設置法が交付され、戦前の大学教育が制度上一層されるに至り、大学図書館もその理念を新たに問い直されることとなった。1947年大学基準協会が発足し、大学図書館のあり方について4年余りの検討の末、大学図書館基準を公表。 これは最低限の基準を示すものであり、大学図書館のあるべき姿の基順とはならなかったが、以後国立、私立、公立と設置者別に、大学図書館の改善要項が作成されていくこととなった。また、戦後の経済発展と気を一にする、大学数の増加及び大学進学率の向上と、それに伴う学生数の増加により、 大学図書館も量的な拡大、質的な向上を遂げていくこととなる。1960年代には、私立大学が国立大学に先んじて、大学図書館のハード面の充実を進め、サービス面においても、考え貸し出しの一般化、開花式書庫の増加、レファレンスサービス導入といった取り組みがなされるようになった。また、1960年代後半から、 図書館業務へのコンピュータ導入が模索され、1968年に京都産業大学でシステムが稼働している。1970年代に入ると、より改善の動きが進展し、また変動相場制導入による円高の進行を受けて高価な要所の購入がしやすくなったために増書が充実することとなった。 九百七十年代以降大学図書館の大型化が進み、七十年代後半にはオンラインデータベースサービス導入の取り組みも始められた一方、大型化は大学間の格差を広げるものでもあった。九百八十年代以降、業務のコンピュータ化が一層進み、資料の収集、整理、貸し出しや文献検索に至るまで幅広く用いられるようになり、 館内業務のみならず、全国的な図書館の相互協力にもコンピュータが活躍するようになっていった。各地の大学図書館の学術情報のデータベース化と、その横断的な検索、利用システムを導入する試みが始められたのである。1980年に学術審議会より出された、今後における学術情報システムのあり方についての答申により、 大学図書館の機械化と学術情報収集、提供の方針が示され、1986年には東京大学文献情報センターを母体として学術情報センターが発足。このマクシスにより全国の総合目録の形成と全国の大学への学術情報の公開がなされた。1991年、大学設置基準が改定され、大学図書館は 高齢上は依然として、大学の施設、設備としての位置づけながら、図書館について独立した一条が設けられ、従来の定量的な図書冊数の基準が削除されて、教育研究上必要な資料を系統的に備えるものと新たに規定された。1990年代は、情報技術の向上とインターネット通信の普及を背景に、 電子図書館を目指す動きが加速した。1990年代を通じて、オープックが急速に普及し、1996年、学術審議会より出された、大学図書館における、電子図書館機能の充実、強化についてでは、大学図書館を学術情報ネットワークの結節点と位置づけ、金曜な課題として、電子図書館化の推進の必要性を指摘したのである。 これを受け、奈良先端科学技術大学院大学をはじめとする、国立語大学により、先導的電子図書館プロジェクトが推進された。他方、電子図書館化の流れと並行して、実際の図書館間での相互利用、連携の取り組みも始められ、新潟市での県立図書館、私立図書館、新潟大学付属図書館での相互対策の取り決めや、 山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムや多摩アカデミックコンソーシアムなどの連携協定が見られるようになった。2000年代以降においても電子図書館化の流れは継続し、2001年以降は国立大学で電子ジャーナルの利用が急速に進み、研究の基盤として広く利用されるものとなった。一方で、 高額な電子ジャーナルの購入が図書館予算を圧迫し、また、学術雑誌も価格高騰が続いているために、雑誌の購入タイトル数が減少し、結果として研究者のもとに、学術情報が入りにくくなる、雑誌の危機という現象ももたらされている。個々の教員、研究者が電子ジャーナルを購入しそれを研究に役立てる、受益者負担の考え方から、 電子ジャーナル購入を全額の共通経費とする発想の転換が求められているが、共通経費化は個々の教員に配分されてきた予算の削減を意味するという問題も抱えている。また、電子ジャーナル購入に際し複数の大学図書館が連携して価格交渉にあたる電子ジャーナルコンソーシアムの考え方も生まれている。大学図書館の定義には、 大学によって設置されるもののほかに短期大学、高等専門学校によって設置されるものも含むが、その設置根拠は、それぞれの設置基準内において言及されていることによる。大学が設置する協議の大学図書館においては、設置者別や分野別などの分類がなされ、それぞれに協会や協議会を結成して協力関係を築く例も見られる。また、 小規模大学では、単館のみの運営であるのに対し、大規模大学では、中央図書館と、キャンパスごとの文館、あるいは、医学図書館などの主題別の部局図書館が、設けられている例もあり、運営の形態は様々である。冒頭において、図書館を情報メディアセンターに改装、解消する大学があると述べたが、これは1980年代以降コンピュータを用いた。 学術情報基盤の整備に伴い大学図書館が担う業務領域が変容したことが背景にあり大型計算機センターを母体とする情報基盤センターに図書館組織を組み込むことで情報関連の部局統合を図ったことによるものである。官庁職については日本では教員が兼任で務めるケースが多くこれは国際的に得意な例であるとされる。 官庁職の権限及び位置づけも様々で、名誉職として位置づける大学もあれば、大学全体の情報組織を統括する立場として、副学長が図書館長を兼任する例も見られる。大学では、学校教育法の規定により教育研究等の活動を自己点検、評価し、その結果を公表するものとされ、また国が認めた認証評価機関による、 第三者評価を義務付けられている。図書館もまた評価活動を行う主体であり、調査により、現状を把握し、改善に役立てることを基本目的として、評価活動が行われる。これら評価活動は単に利用者の意見や、満足度を知るのみならず、図書館が、いかに教育や研究に寄与したかを実証して、適正な予算配分を得るためにも不可欠であり、 そのために評価指標の標準化が試みられてきた。また、1980年代以降はそれまでの資源の投入を重視した評価だけでなく、図書館が提供した資料やサービスなどのアウトプットや、アウトプットによりもたらされた利用者の成果であるアウトカムなど、様々な側面から図書館が評価されるようになった。このため、ISO 規格である図書館、 パフォーマンス指標が評価企画として持ち込まれ、2002年には JISX0812 として国家企画とされた。また、利用者サービスの質を測定するために顧客満足の概念が図書館評価にも応用され、米国研究図書館協会ではサービス品質の調査手法として用いられてきたサーブキルを図書館評価に適用したリベキルプラスを開発して、 世界各国での調査活動に用いており、日本でも独自にサーブキルを応用して評価活動を行う大学が見られる。本節では一般の公共図書館とは異なる大学図書館に特徴的なサービスについて取り扱う。指定図書制度は教員が学生に対し出読の文献として指定した図書を一般図書と区別して配下し、 貸出期間も通常より短い期間ないし、館内閲覧のみに止めて利用できるようにする制度である。元来はアメリカの大学において講義と関連する資料を多くの学生に読ませるために始まった教育的配慮であり、教員の指導メソッドと密接に結びつくものであるが、日本では単なる副本の用意に止まっている例もあるとされる。大学図書館が 利用者の学習、研究活動に資するためには、利用者自らが図書館の利用方法に通じている、必要があり、そのために利用者教育が必要とされる。日本では、医学、薬学系図書館が、利用者教育に、早期から熱心であったが、これは研究活動において、メドラインなどのデータベースの利用が不可欠であり、基礎的な素養として、 文献の検索能力が求められてきたためである。大学図書館でも公共図書館と同様にレファレンスサービスを行うが、大学図書館においては質問に対する回答そのものを提供する直接情報提供サービスの他に情報の見つけ方を教える利用者教育もその一環となる。日本ではかつて利用者に対する十分なリテラシー教育を伴わないままに、 利用者教育の名目を盾に、ただ目録を見る、要指示するだけのレファレンスサービスが横行してきたが、各種オリエンテーションやガイダンスを通じて利用者に、図書館の利用方法について指導することで、大学図書館が利用者のリテラシー教育に参画するようになってきた。1996年の大学図書館における、電子図書館機能の充実、強化についてでは、大学図書館は、 これら電子的教材作成、情報リテラシー教育及び学生の自主学習等に対する支援においてその一翼を担うことが求められていると大学図書館が果たすべきリテラシー教育の役割について言及しており大学図書館の協力のもと利用者教育を行う体制の整備の必要性を指摘している2001年日本図書館協会によって出された 図書館利用教育ガイドライン合冊版では、総合的なリテラシー教育の必要性を唱え、印象付けから情報表現法に至るまでの5つの段階で、大学図書館が行う利用者教育の目標を明文化すべきであるとした。研究室がそこで専用に使用する本を、大学図書館の運営費用ではなく、研究費用で導入する本であっても、 大学図書館を通じて導入する本を大学図書館がオープック検索などでも登録されて図書コードを付与して管理している大学もある図書館に所蔵される本でないので研究室と無関係なものへの貸し出しや閲覧ができない大学もあるありがとうございます